わけで、今週も始まりました2年中の三勤交代ラジオだよ。三勤交代ラジオ、三勤交代ラジオ、はい、なんですけど、はい、まあ今週もって言ったけど、なんか画策していますけどね、毎週なんかなんとなくラジオやってんなこいつらみたいな。やってるふりだよね。はい、やってるふりよ。まとめ撮りなのに。はい、でなんかまあ今週ラジオなかったなって思いきや、ま、毎週やるなんて言ってないんですけどみたいな、確約は取ってないですけどみたいな感じで、はい、やっていく感じのラジオでございます。はい、まあね、最近のね、わらわの興味のあることなんですけど、はいはい、もう2月の上旬にね、アカデミー賞があったじゃないですか。もうわらはね、今まで全く興味なかったんですよ、アカデミー賞とかいうものに。あと洋画自体も全く興味なかったんですけど、まあ何年か前ぐらいから組長からね、なんか面白い洋画とか紹介してもらったり、ね、させてもらったりとか、まあ、最近だとシェフ、三つ星シェフの話、三つ星レストランの、ね、話とか、あとちょっと古めだとウィロー、とかあとスターウォーズももちろん、まあね、はい、みたいなのとか、あと海外ドラマもね、結構首長がね、キャッスルかな、キャッスルから始まり、まあなんだっけ、ボーンズとか、あと一番最新だとマクガイバーと、あとリーサルエボンだね、そうですね、うん、とかいろいろ見る機会が多くなってきて、でまあそうしていくと、なんか他のさ映画とかドラマとか海外ドラマとか見た時に、あこの俳優さんなんか見たことあるなとか、あれこの俳優さんこの時のこの人じゃないみたいなのが出てきて、結構わかるようになってきたんですよ。そうだね、はい、結構ね、海外ドラマから本当にちょっとした映画に出る人たちもいるからね、はい、そうですね、はい、だから結構ハリウッド俳優とかがわかるようになってきて、でそんな中で1月にね、スカイウォーカーの夜明けを見たんですよ、はい、でカイロレン役の、ね、俳優さんがアカデミー賞の候補に上がってたんで、めちゃくちゃ気になってて、で他にもジョーカーの人ですとか、まあ、結局ジョーカーの俳優さんが受賞したんですけども、それでね、あもう毎年もう見落としてたなっていうのがあって、そのアカデミー賞とか、もうこんなに面白いのなんでわらは今まで見てこなかったんだっていう感じがありまして、はい、でそのカイロレン役の俳優さんがその候補に上がってた作品が、うん、ネットフリックスの、うん、やつなんですよ。ネットフリックスで見れるんですよ。でなんかもう本当にもう今ネトフリ入りたい欲がすごくて、普通にレンタルビデオの予告とかでさ、うん、流れてきて、あこの海外ドラマ面白そうだなって思ったら、そのネトフリで見れますみたいな、うん、出たよみたいな。だからね、我一番ネトフリでね見たいのはね、はい、ウォーキングデッド、はい、一気に見たいなと思う。シーズン5ぐらいまで見たんだけど、うん、途中でもういいやってなっちゃったの。なんかもういいやって、うん、あれどうやったら結論出んのっていうさ、うん昔ね、ロストっていうのがあって、はいはい、最終的に夢落ち会で終わったからね。それ絶対一番嫌。そういろんな作品の中で夢落ちが一番嫌いですからね。そう、夢落ちっていうか、なんか、はい、結局主人公が、はい、無人島に墜落した飛行機のあれでなんか振り落とされて、はい、で森の中でハッて気がつくシーンからスタートするんだけど、はい、なんかねそれに戻るだけっていう、うん、こんだけ引っ張るだけ引っ張っといて何やってんのっていうさ、うん、まあね、長期にわたって、うん、いろいろやって見てきた時間なんだったのみたいな。そうってね、はい、途中でね、なんかね無人島だと思ってたけどね、はい、生存者がいたとかね、なんか変なね化け物がいるんじゃないかみたいなね、うんうん、あったんだけど、ね、結局ね、それら全部何伏線貼るだけ貼っといて、もう何一つ回収せずに畳んじゃったみたいな。そうあもう多分もうスタッフとかもさ、うん、どうするみたいな、うん、とかあったんじゃないですか。ここでもうやめとけよっていうさ、うん、
に人気だから続けた方がいいから続けたけど、あの伏線どうするみたいな。そう、なんかね、本当ね、時間を無駄にされたっていうね、あの気持ち以外何もないっていうね、うん、何もないっていう感じの、うん、夢落ちと同じぐらい嫌なのが、うん、あの夢落ちではなかったんだけど、主人公たちはもう今までの冒険とか今まで起こったことを全て記憶をなくして日常に戻っていくみたいな終わり方も我々大嫌いなんですよ。なんか大切なことを忘れてしまった気がするみたいな。そうで涙流して終わるみたいな。そう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 、うん、もうね、あの全てを無に返すような終わり方すなっていう、ね、はい、感じの、最近の、まあでもね、まあ、気になるのをピンポイントでね、DVD とか出るの待ってね、見るのもいいんじゃないかなと思いますので、ちょっとしばらくはそういう感じでやっていこうかなと思っております、うん、はい、はい、まあそんなね近況報告でした。最近のそのわらのね、趣味とかそういう感じなんですけど、おばあちゃんとよく話すんですよ、うん、なんだっけ、ご飯をよく一緒に食べるようになった時に、まあ、今まで本当になんか普通に自分の話をするか、わらわの話をするか、その普通になんか要件があった時に話すかみたいな感じで、おばあちゃんの話とかをおばあちゃん主体で聞くのってなかったんですね。語り部がおばあちゃんっていうことがあんまりなかったんで、なんか聞くたび聞くたびなんかすごく新鮮な感じがするんですけど、その中でも最近一番衝撃的だった話がありまして、はい、まあ、おばあちゃんはもう生まれも育ちも埼玉なんですけど、なんだっけ、戦前の人なんで、本当に貧しい時代から生きててみたいな感じで、鶏が家にいて、で、うさぎとかも家にいて、で、まあ、食用だから家族みんな屠殺して食べるみたいな、で卵産んだら卵使うみたいな感じの自給自足の生活をしてて、であとは川の鯉とかも捕まえてきては普通にさばいて、なんか今怖いからね。そうです、今じゃ絶対できない、ね、なんかそれこそうちの家の近くの川も昔は、今はもブラックバスの温床になってるんですけど、昔だともう子供たちがもうふんどし一丁とかで泳いでたぐらい綺麗だった。男の子も女の子も、女の子はふんどしじゃなかったんじゃないかな、わかんないけど。あ、なるほど、はい、そういった残念だね。はい、おじいちゃんとかもなんか子供の頃はそこの川で飛び込んだりしたみたいな感じのことを言ってたんですけど、まあ、それで鯉を捕まえてきすぎて食べきれなくて怒られたりとか、そういう話を聞いてたんですけど、あ、まあ、そんな、 なんか自給自足でそこら辺のさ生き物を捕まえて食べるみたいな感じの方が当たり前だった家庭っていうか社会の村の中のそういうなんか共通意識の中でもやっぱりなんか異常な食生活を送ってた人もいたらしくて、犬を食べる人がいたんですって。その昔は野犬とか野良犬とかめちゃくちゃめちゃくちゃではないと思うけど、まあ、いたらしいんですよ、ちらほら。今だと野良犬ってなかなか珍しいですけど、でもなんか、まあ、言うちゃいるよ、言うちゃいるよ。わらわは生まれて24年見たことないかもしれない、野良犬。いや結構いるよ、はい、まあそんな野犬っぽいのはいないけど、まあ、いるっちゃいるよ。だからもうほら、もう住む場所っていうかさ、はい、ほら森の中とかさ、はい、そういう中で、でもまあそれでも保健所が捕まえてさ、はいはい、あれするけどね、うんうん、でなんか近所のおじさんがその野犬を捕まえては、うん、食べてたらしいんですよ、うん、でまあなんか、まあ、そこまで異常者だみたいな感じではなかったけど、うん、まあ、なんかそこはなんか鶏とかもそんなにないから、まあ仕方ないよねぐらいで見てたんですって。食べ物困ってるだろうねみたいな、まあそのぐらいの認識ではあったらしいんですけど、も
もやっぱりなんかそれでもやっぱ食べるものに困ることとかあって、うん、なんか普通にペットとして犬を飼ってた家庭もあったんですよ、うん、でなんかそこ行ってはあの生まれたっていう新しい犬が生まれたっていうのを聞きつけては、うん、くれみたいな感じで、いる家、犬がいる家を回るみたいな感じのことをしてたんですけど、でもやっぱり犬を食べるっていうのは知ってたから、みんなもう絶対あげないみたいな感じのことを言ってて、で飼うんだったらあげるけど、あなた食べるためにもらうから絶対あげないよみたいな感じで断ってて、でやっぱ困るじゃないですか。でまあある時事件が起きまして、はいはい、その別の近所の家で飼ってた犬がいなくなったんですよ。でなんかまあね、普通に繋がれてたわけだから、いやこれ絶対あいつだろみたいな感じで、もうめちゃくちゃその近所の犬取られた人がめちゃくちゃキレて、なんか殴り込みに行ったけど、うん、まあもう食べられちゃってみたいな、うん、めちゃくちゃ問題になったんだ。現行犯かそう、もうなんかっていうね話をなんか懐かしそうに話すんですよ。あの時はこういうことあったんだよねみたいな感じで話してて、窃盗じゃんっつって、犬とかやっぱ割と捨てるのもなんか割となんか当たり前みたいな感じ。昔はね、そんなのあったね、そうもらってくださいみたいなさ、子犬飼いきれなかったから、今の大問題だよ。うん、うん、まあもう本当におばあちゃんの時代とかだと生まれて飼いきれないからそこの山に捨ててこいみたいな感じの時代だったんで、あれなんですけど、はい、まあでもそんな話をね、なんか普通に話す、普通に食卓で話すもんだから、うん、わらわとか弟とかさ、怖って思って、いやラジオで話す話でもこれ飯食ってる人が聞いてたらどうするって話ですよ。確かに、うん、BGM として聞いてくださいみたいなこと言っといて、食事中になんか、あ、まあそういうコンセプトのラジオだから、ちょっと食事中なんか無音も寂しいからちょっと聞いてみようって言ったら、うん、犬を食うだってやめとこうぜ、はい、まあ、今日はね、うん、今回は今回ということで、うん、ホラー会だったということで、まあ次回はもう何だろう、祖母がピッチピチの女子中学生だった頃の話でもしようかなと思っているので、全国のロリコン楽しみにしてください。いや違うでしょ、それどこに需要があるのって前回できなかったんで、うん、まあ、わらわの前の前ぐらいに、うん、はい、働いてた居酒屋の話をね、うん、しようかなと思ってます、はいはい、まあコンビニとかでさ、うん、あいついつも同じもの頼むなみたいな人が陰でさ、その商品名で呼ばれてたりとか、俺多分そうだと思うよ。アメリカンドッグツナパン野郎とか言われてんだろうなっていうの多分絶対言われてるよ俺それ以外に赤髪とかいう特徴もあるけど、それ差し置いて、そう、赤髪アメリカンドッグ野郎とかさアメリカンドッグツナパン来たよツナパン野郎みたいなやだなそれねえ、もうなんかダメなんだよね、なんかね、もうね、はい、買いたくないんだよ、もう買いたくないって、買えるのがめんどくさいって、考えるのがめんどくさいって、うん、これとりあえずこれ食っとけばお腹満たされるだろうっていうさ気持ちで食べてるから、まあ、とてもね料理人とは思えないようなね、うん、あれだよね、発想だよねまあでもそんなこと言って笑ってるわらもコンビニ一時期めっちゃコンビニで蒙古タンメン中本の関連のシリーズを買いまくる時があったから、蒙古タンメン来たよって言われてたかもしれないけど、蒙古タンメンね美味しいんだけどね後が大変だからさはい、まあね、なんか特徴的なお客さんをねあだ名で呼ぶとか本当はいけないんですよ、いけないんですけど、まあそういう風潮はやっぱどの店でもあるんじゃないかなと思うんですけど、まあわらわが大学1年生の時に居酒屋でバイトを始めて、でいろいろ先輩から教えてもらったんですけど、その中の一つに海鮮マダムには気をつけろっていう共通のなんかあれがありまして、な海鮮マダムって何ですかって言ったら、まあ海鮮丼も絶対
対に頼むお客さんなんだけど、うんまあ、そもそもうちにはメニューに海鮮丼がない、うん、ないけど自分のために作らせる、まあ、でもいくらになってもいいから作ってよとかじゃなくて1000円以内で作らせるで醤油とめっちゃクレームつける。あで、なんだっけお茶を出すんですよ、うん、うちのお店お茶を出してたんですよ。あの来た時にいらっしゃいませって言ってお茶置いたりとか、あともう普通に飲み終わって締めも終わってなんかくつろいでる時にいいタイミングでお茶出したりとか、よかったらどうぞみたいな感じで、そのお茶をジョッキで大ジョッキで要求してくるっていう、席に座るなり無料のお茶ちょうだい大ジョッキでねみたいな。でもちろんポットに入れて熱いお茶で出してるんで、でも冷やして氷いっぱい入れて冷やして持ってくる、で冷めてないっていうかぬるいとまたクレームつけるみたいな。で店員のいちいちのちょっとした態度とか融通聞かなかったりするとそれもネチ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 言ってくるみたいな、そういうマダムがいるから、もうそういう人がこれがあの人なんだなって思って気をつけてみたいな。すごいっすね、パネっすねそうですね、そんな感じで言われてて、あはい分かりましたみたいな感じだったんですけど、わらわが入ってる時になかなか合わないかったんですよ。最初の1年合わなくて、で会ったことないんですよね、ちょっと本当に先週も来たよみたいな、わらわがいないタイミングでなんかたまたま来てたりするから結構常連みたいな感じ、結構頻繁に来てたんだけど、わらわはなかなか会ったことなくて、でまあいつ会えるんだろうなっていうところがあったから、実際会った時に1年ちょっとぐらいで実際来て、もう全く話に聞いたこと全く同じことをやられた時にちょっと感動しちゃって、あこの人が、あこれ言ってた言ってた先輩これ言ってたみたいな感じでちょっと感動しちゃって、なんかムカつくとかそういうのじゃ通り越しちゃってたんですけど、はい、なんか、まあ、幸いなんか嫌な、その海鮮マダムによって嫌な気持ちになることはなく、まあその後普通にその後も海鮮マダム来るしでやってたんですけど、まあ、まあ、私のこと知らんのかとさ、はい、言ってた、存じ上げております悪い意味でとさ言ってやればよかったね、うん、それで悪い意味でみたいなさはい、まあすごいとにかくケチなお客さんだなって思って見てて、まあお通しももちろんカットですし、まあ、お通しカット別にまあねその人の好みもあるからね、別に、まあね昨日もねほらそういうのやってたじゃん、やってました、ね、そう食べられないものもあるからってさ、はい、まあ、別にわらわお通しカットに関しては別にケチとかも思わないしって感じなんだけど、まあねそのお客さんはもういろ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 ケチな要素があったから、まあ総合してケチだなっていう感じの、なんだっけお通し突き出しは嫌だけどテーブルチャージで納得してるって意味わかんねえってさ、一緒じゃん全部ですねまあ食べれないものが多かったりすると嫌なのかもしれないけど、わらわは逆になんかお通し楽しみだったりしますけど、まあね、まあ、なんか我々がね、ね行ってるねほら渚とかね、はいはいはい、あそこも通しなんか美味しいしね、うん、なんか毎回違うお通しのお店とかいいですよ、うん、なんかその場のなんか食材の残りとかでもいいんですよ、うん、なんかメニューにない特別感みたいなの、はい、あこの大根の煮物美味しいなみたいな、今日は当たりだなみたいな楽しみもあるから、もういいんじゃないかなって思ってるんですけど、まあ、話は戻しまして、はい、ある時まあこの人も常連さんなんですけど、近所に住んでて、でよく夫婦でカウンターで座って普通に綺麗に飲んで帰ってくるみたいなお客さんがいて、でその人もう40代ぐらいなんですけど、すごい綺麗に、なんか綺麗にしていて、なんか美魔女みたいな感じの、美魔女様ね綺麗な奥さんだなって思って、でなんか結構気さくに話してくれるし、結構好きな感じの人なんですけど、でその人が来て飲んでる時に、でまあ、海鮮マダムが帰るところで、で店から出る時に絶対カウンターから見えるんですよ、その人の姿、お客さんの姿が。でそれでチラッとなんかその
のじゃないわよみたいな感じで言う人らしいんですよ、その人が。でもあのその人があのもう漁ってるじゃんみたいなぐらい結構細かく言ってくる、絶対開いて見てないと分かんないよねみたいな感じのことまで言ってくるみたいな感じの人らしいんですよ。で、あの人が今着てた洋服、私がこの前捨てたのと一緒なんだけど、もう拾ったでしょ、やられてるじゃんって思って、そう、そうなんですかみたいな、まあ、最初はそれだったのかな、あ今あの出てったお客さんの着てた服、私がこの前捨てたやつっていうので、えー、ってなって、そっからその話を結構そのゴミ出しのエピソードを聞いたんですけど、いやもう筋金入りだなって思って、あでも一応あれも犯罪らしいよ、あさってね、なんか着服するのもダメらしいよ、はい、あ それもそうだし気持ち悪いですよね、自分が捨てたものを漁られて、で着て来たのに会っちゃったら、そのお姉さん的にはかなりの恐怖だったと思うんですけど、まあね、はい、まあちょっとそれ聞いた時にちょっとそこまで行くと逆にすげえなってちょっと尊敬しましたけどね、いや またホラーに走ろうとしてるね、はい、今度は何それがわらわと海鮮マダムの思い出ですね、はい、すいません今日はちょっとあのホラー界でしたゴミの話と犬食う話しかしなかったけど、綺麗な話、最初の寝と振りの話しかしなかったけど、もうどうもすいませんしか言えねえよな、はい、これもまあね、それが結構まあ一番居酒屋で働いてた4年の中で一番の、インパクトのあるお客さんがその人、あ楽しい職場だったし、あのポスター貼らせてもらったりとか、2年中 あのでかいあのテレビで PV 流させてもらったりとか、あのポストカード配らせてもらったりとか、それで実際だいぶ来てくれたお客さんもいたぐらいだから、めちゃくちゃ多分今までの職場の中で2番目ぐらいによくしてもらった職場かなっていうところなんで、そういうところがね閉店になったのはまあちょっとは寂しいですけど、というわけでまあエンディングなんですけども、はい、はい、まあちょっと本当に今日はね、あの食事中の人とか寝る前に聞く人とかね、ちょっと怖い話をしてしまって、いやでも別にあなたがね、はい、多分ね、あなたが今日私のネタで行きますって言った時点でね、はい、うん、まあこうなるだろうなって、そのね、ある程度概要聞いた時に、はい、こうなるだろうなって思ってたよ、はい、思ってましたよ、うん、まあなんどうしても怖い話とか、なんか気持ち悪い話が好きだから、もうそういうエピソードばっかり頭に残っちゃうんだよね、たまにはさ、美味しい話とかしろよそうだな、本当にまあね、美味しい話といえば、まあわらはね、あの今までほとんど働いてきたところが高校の時から飲食系のところだったので、まあ美味しい話も記憶を呼び起こせば出てくるかもしれない、まあでも10代の時ってさ、そんなほら、はい、あの楽しい楽しいでやってるっていうバイトバイトって感じでやってるからさ、あんま覚えてないんだよな、あ、うん、実際何か作り方を覚えますかって言ったとかさ、いやでもうちのところはすごく特殊だったから、あの組長も行ったことある、すごくいい感じの定食屋さん、てかあなたの一応バイト先ってとりあえず全部行ってるよね、そうですね、今のところ全部行ってるよね、ちゃんとあの査察行ってるから俺も、うん、そう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 、あの赤毛の貝原優雅でしたなんだこれはあるじを呼べまあね、はい、まあ高校の時のね、ところはね、すごく、まあ、家族ぐるみの町の定食屋さんの感じだったんで、悪くないよね、だってね、場所的にも立地がめちゃくちゃいいもん、うんうん、立地はめちゃくちゃいいし、駐車場あるしさ、ね、もうあそこでいろいろ食べれるようになったし、あそこでいろいろ、まあ、あの親子丼とか、うん、なんか、ね、そういう野菜炒めとか、そういう基本的な家でも家庭料理的なのあそこで作れるようになったし、で、あの余った食材とかもらったりしてたし、めちゃくちゃ美味しいまかないついてたり、い
飲食業でね、まかないついてるのはでかいよ。そうですね、美味しいもの、美味しい話もね、できるはずなので、はい、まあちょっと楽しみにしていただけたらなと思いますね。はい、というわけで、まあ今週はここまでさせていただきます。まあ来週ね、来週はあの何話そうかなっていうのまた考えてないんですけど、まあフランス料理について話すどんどんグルメ系のフランス料理、イタリア料理、和食、中華、まあ、多国籍のやつは、ね、できるけどね、我何でもできるちょっとさりげなくちょっと自慢をエンディングで、いやだってさ、いいんだよ、これでいいんだってはい、これでいいんですよ。はい、というわけで、今週も聞いていただきありがとうございました。それではさらばじゃー。